こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も、現存する世界の王家を追っていこう。3週間ぶりやぞーい。すまん。次はできるだけ早く編集するように頑張る。そうしてよね。じゃあ今回も草生える国を追っていきましょ。エスワティニ王国は前回やっただろ。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国。イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドという4つの自治権を持った連合王国。さらに14の加盟国を持つ。自治権のある4つの国を合わせて面積は日本の約3分の2、人口は約6565万人。一般的にイギリスと呼ばれているが、イングランドのポルトガル語表記、インゴルスが語源だという。そんなインゴルスの現存する国王、それが、第43代国王。チャールズ3世、74歳だ。チャールズ国王もう見慣れたわこの人。最近の動画によく出てきてるからな。出てきすぎてもはや何喋っていいかわからん。いきなりわからんくなってるやん。だが過去動画を見ていない視聴者さんもいらっしゃるだろうから解説していこう。彼が4歳の時に母親のエリザベス2世が即位。それに伴い、王位継承順位1位の皇太子となった。そこから実に70年もの間皇太子を務めてきた。これは英国史上最長だ。もはや皇太子のまま終わるんじゃないかと心配されていたという。縁起でもない心配やな。2022年9月8日、女王が亡くなってついに国王として即位したのさ。皇太子歴が長いから安心感あるわね。ちなみにイギリスは王国だから王太子の方が正式だと思うけど、日本のマスコミはいつも皇太子と呼んでいるからなんとなくそっちに合わせているよ。チャールズ国王はイギリス国王としては43代目だが、今のウィンザー朝では5代目。彼以降は加盟をマウントバッテンウィンザーとしている。元の加盟であるウィンザーに、父親であるフィリップ殿下の出身マウントバッテン家の名を加えているのさ。そのため王朝名もマウントバッテンウィンザー朝に変わるのではと思われていたが、ウィンザー朝のまま突き進むらしい。どこまでも突き進むがいいわ。イギリスは立憲君主制が基本だが、憲法と名の付くものは存在しない。議会法や王位継承法など複数の法律が組み合わさって憲法とみなされているという。国王は国王大権というものを持っており、首相が議会の解散を行おうとしても拒否することができたり、政治家の独断的な行動を阻止することもできる。チャールズ国王は神経質な完璧主義者で、使用人は彼の靴紐までアイロンがけしているという。靴紐？クロックス履いとけよー。やめなさい。国王がクロックスはダメだろ。しかも靴紐にアイロンってことは、エアリズムやヒートテックにもアイロンかけてるってことよ。なんで年中ユニクロ着てんだ。まあ確かにパジャマにもアイロンかけてるらしいがな。英国王室の住まいはバッキンガム宮殿。王朝名の由来となったウィンザー城を使うことも多いという。ウィンザー城は1992年。火事で燃えた。燃えたー。そうだった、王宮ってすぐ燃えるにあった。しかも結構現代に燃えてるやん。1992年だからな。ウィンザー城の一番奥にあるチャペルの照明器具が不具合を起こし、そばのカーテンに火がついた。隣のセントジョージホールまで燃え広がり、職員たちは、消火を諦めた。諦めたー。貴重な絵画などを持ち出しながら逃れたという。被害総額は約56億円に上った。これをきっかけにバッキンガム宮殿が夏に一般公開されることになり、入場料は修繕費に充てられたよ。英国王室のホームページでは求人情報も載っていて、この動画を編集時にも10件の求人があった。結構多いな。例えばスコットランドにあるホリールード宮殿の警備員。年収約400万円。週に2日泊まって4日休みだという。休み多すぎて警備できへん。できないわけないだろ。泊まり仕事で大変だから休みも多いんだと思うぞ。勤務時間も週に42時間だから少なくない。ウィンザー城の従業員は時給1800円、昼食とトレーニング付きで福利厚生もしっかり。でも燃えるわよ。すぐ燃えると思うなよ。トレーニングって火事のための避難訓練でしょ。それもあるだろうけど。王室で働きたい人はぜひ応募してみてくれ。就労ビザがあれば応募できるらしい。英国王室は独自の収入があるから、国民の税金を使っていないと言われることがある。これは事実でもあり、違うとも言えるんだ。というのも英国王室は広大な所領からの不動産所得があり、それを一旦税金として全額納める。全額？その中から王室助成金を受け取り、
生活費や衣服、警備費など王室の費用を賄う。ちなみに王室として以外の収入は私的財産として持つことができる。例えばチャールズ国王は食品ブランド、ダッチーオリジナルを展開しているよ。2017年のデータだが王室の年間収入は約494億円。多いな。王室にかかった経費が、約438億円。黒字やん。さらに、キャサリン妃が着用した服が売り切れたりと経済効果も大きく、年間で2650億円以上になるという。王室があるだけで英国はめっちゃ潤ってるやん。めっちゃありがたいやん。ああ、だが、その割に王室が税金を使うことに対して英国民の目は厳しい。ウィンザー城が火事だって？修理に税金使うんじゃねえよ。厳しいな。まあこれは火事になった時期も悪かった。1992年は当時まだ皇太子だったチャールズ国王が、最初の妻、ダイアナさんと別居し、王室の人気が落ちまくっていた年だったのさ。あちゃー。国王の時と皇太子の時で呼び方がややこしいんで、ここから、チャールズと継承役で呼ばせてもらうね。その後チャールズはダイアナさんと離婚、ずっと関係を続けてきたカミラさんと再婚したのは有名な話だね。そんなに好きなら最初からカミラさんと結婚しときなさいよ。気持ちはわかるが、王室のしがらみがあったんだよ。若い頃、チャールズは王子のマウントバッテン伯を慕っていたんだけど。王子？王子は祖父母の兄弟。マウントバッテン伯はチャールズの祖母の弟だ。マウントバッテン伯が若きチャールズに宛てた手紙にはこう書いてあった。君のような立場の者は、結婚して落ち着く前に思い切り女遊びを楽しみ、多くの女性と付き合っておくべきだ。ただし妻には、貞操を捧げてもいいと思える男性にまだ出会っていない、そこそこ可愛くて気立てのいい女性を選ぶこと。きっしょ。やめなさい。昔の上流階級はこういうのが普通だったんだよ。結婚相手は男性経験のない名家の女性がいいとされたんだ。だがカミラさんは母方の祖父が男爵なものの名家というには少々弱く、交際歴もあったので結婚相手としては許されなかったのさ。辛いわねー。チャールズと結婚を諦めたカミラさんは軍人で貴族の血を引くアンドリューさんと結婚、1995年に離婚しているが二人の子供をもうけている。チャールズの妻として選ばれたのが、まだ二十歳のダイアナ・スペンサーだった。スペンサー家は伯爵家でもあり申し分ない相手だったのさ。だがチャールズはカミラさんが忘れられなかった。ダイアナさんはチャールズがトイレの便器に座ってカミラさんと電話しているのを聞いたという。どこで電話してんねん。しかも便器に座ってるかどうかわからにゃん。ドア開いてたんかな。閉めろよ。1992年、ウィンザー城の火事と同じ年、チャールズとカミラさんの電話が盗聴され、リークされるという騒動が起きる。すごい騒動やな。その内容は世界に衝撃を与えた。有名な話だが一応お食事中の方は10秒スキップした方がいいかもしれません。え？君のタンパックスになりたい。きっしょおおおマウントバッテン家きっしょ。なんで英語ときしょいんだ。マウントバッテン家きしょいブログ。そんな記事書いてる人いるわけないだろ。このスキャンダルは、その商品名からタンパックスゲートもしくはカミラゲートと呼ばれたという。トイレで電話してたんやろな。だがな、恋愛なんてそんなものじゃないか？どうしようもなく相手しか見えなくて、夢中なあまり気色なる。マウントバッテン伯の助言通り若い頃はプレイボーイ、結婚しても不貞行為をしてしまったチャールズ。それはカミラさんというただ一人の女性を求めてさまよう、一途な男の姿だったのかもしれない。マウントバッテン家きっしょ。カミラさんがそれ言ったら元も子もないだろ。さすがにあれはきついのよ。二人の再婚は多くの批判を浴びた。カミラさんが皇太子妃ではなくカミラ夫人と呼ばれていたのは、ダイアナさんに配慮して皇太子妃の称号プリンセス・オブ・ウェールズを辞退したからだ。だが、それから20年、王室と国民へ尽くし続けてきたカミラさんは今や王妃として国民から歓迎されつつある。頑張りが認められたのね。カミラさんには一途なチャールズ国王。彼女が名家じゃなくても離婚歴があっても関係なかったんだね。でもカミラさんはチャールズが王族じゃなければ結婚してない。そんなことないだろ。だってチャールズが一般人だったら靴紐のアイロン頼まれそうやん。そしたらクロックスでぶん殴ればいい。長男のウィリアム皇太子は、母親のダイアナさんを見て思うことがあったのか、結婚相手には男性と交際経験があることを条件にしていたという。そうして結婚したキャサリン妃は、女王亡き後の王室人気ランキングで1位になりそうなほど国民から支持されている。
もしダイアナさんが生きて王室にいたら1位になっていたでしょうね。その席にダイアナさんが残した息子の妻が座る。運命を感じるわね。ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子という子供たちにも恵まれ、英国王室は安泰って感じだ。皇太子夫妻は人気だが、弟のヘンリー王子はちょっと厳しいかも。妻のメーガンさんと一緒に王室を離脱して、人気が落ちちゃったのよね。ヘンリー夫妻の子供たち、アーチー君とリリベットちゃんには王子と王女の称号が与えられなかった。ヘンリー夫妻はお怒りの様子だ。王室を離脱したからだと思っていたが、これは離脱したからというよりヨーロッパにおける王室のスリム化の流れじゃないかと思う。前回までに紹介したデンマークやスウェーデンでも見られるように、王室メンバーは減らしていく傾向にあるんだ。例えばチャールズ国王の弟、エドワード王子には、ルイーズさん、ジェームズさんという子供がいる。彼らは本来なら王族だけど、王子王女の称号は得ていない。まあこれはスリム化が目的じゃなく、子供たちを普通の子として育てるためエドワード王子が称号を辞退したからなんだけどね。もう一人の弟、アンドルー王子の子供であるベアトリス王女、ユージェニー王女は称号は得ているものの、2013年以降は王室の警備対象から外れている。警備対象？王室の経費で一番多くを占めているのは意外にも警備費なのさ。全体の4割を占め、2017年だと約159億円に上る。でも警備員は休んでばっかで警備せえへんで。してるんだよ。王子王女の称号がない人には最初から警備がつかない。ヘンリー夫妻は単に子供に称号をよこせと怒っているわけじゃない。安全のため、警備をつけてほしいという親心なのさ。気持ちはわかるわね。だがスリム化の流れを見ていると、ヘンリー王子が王室離脱していなかったとしても子供に称号はつかなそうだ。ちなみに称号は父親に由来するから、王女の子供はもともと王室には含まれないよ。余談だが暴露本作家となっているヘンリー王子の本は2023年1月10日発売に正式決定した。日本語版も出てほしいから初詣でお願いしてみる。初詣でどんなお願いしてんねん。ベルギー王国。西ヨーロッパにあり、一年を通して過ごしやすい気候だ。面積は日本の約12分の1、人口は約1132万人。元はブルゴーニャ公国の一部だったが解体され、ネーデルラントとしてハプスブルク家に統治される。カール5世やん。スペイン、オーストリア、フランス、オランダによる統治が続き、1831年に独立。国土の中央部には豊穣な大地が広がり、ジャガイモや小麦など農産物が収穫される。農業人口は 3% しかいないのに食料自給率は 70% もあり、さらに農産物を輸出までしているという。日本にもベルギーワッフルを輸出してくれてるわね。私は買ってもらえないけど。猫なのにチョコレートワッフル食べようとするからだ。鉄鋼や石油化学などの重化学工業、ダイヤモンド加工といった伝統産業も盛ん。首都のブリュッセルには EU の主要機関が集まっているよ。そんなベルギーの現存する王、それが、第7代国王。フィリップ、62歳だ。名前シンプル。フィリップ国王はイギリスのオックスフォード大学やアメリカのスタンフォード大学院で学び、ベルギーに帰国後は空挺部隊などに所属する軍人となった経歴の持ち主。陸、海、空軍それぞれで少々の階級を得ている。優秀なのねー。彼はおじのボードアン一世の時代、次期国王になると見られていた。ボードアン一世は子供がおらず、王位継承順位1位の王太子は弟のアルベール2世だったが、アルベール2世はプレイボーイだったので王にふさわしくないとされた。プレイボーイの王太子、どこかで聞いたような。だがボードアン一世が62歳で急死した時、フィリップはまだ33歳と若く独身だったため、まだ早いってことで、アルベール2世が即位したのさ。ボードアン一世の急死ってもしかして、こらこら違うから。ベルギー王室と日本の皇室は友好関係にあり、昭和天皇の国葬、大喪の礼にはボードアン一世が王妃と共に参列している。天ぷらとか食べて帰ってね。ベルギーではもともと王位継承は男性のみだったが、1991年の憲法改正により男女関係なく長子相続制となっている。ちなみに即位前、フィリップではなく妹のアストリッド王女の方が国王にふさわしいとする声も多かったという。姉ならわかるけど妹？アストリッド王女は聡明で美しく、評判が良かったんだ。フィリップはあんまり人気なかったんか。やめんか。ヨーロッパの王家は王位継承順位の変更が可能なことが多いのさ。だが、アストリッド王女は、ハプスブルク家のロレンツ大公と結婚する。
ハプスブルク家？そう言われてみれば顎が？もうハプスブルク家は顎から解放されてるだろ。かつてベルギーはハプスブルク家領だったことがあるんで、王室にロレンツ大公が入るのを国民は良しとしなかった。そのためアストリッド王女を女王にしようという声は消えていったのさ。こうして2013年にアルベール2世が亡くなると、即位したのはフィリップ国王だったのさ。アストリッド王女とロレンツを引き合わせたのってフィリップ国王の策略では？なんですぐベルギー王室に陰謀を疑うんだ。フィリップ国王は1999年に伯爵令嬢のマテルドさんと結婚。マテルド王妃は国民から人気が高い、その秘密は悠長にオランダ語を話すからだという。ベルギーは様々な国から統治を受けてきた歴史などから、オランダ語の地域とフランス語の地域で分断されている。しかもお互いの言語に対して否定的であるという根深い問題があるという。王室はフランス語が優位だったんだが、そこへオランダ語を話せるマテルドさんが入ったことはとても好意的に受け入れられたんだ。即位してから国王夫妻は共に人気が上昇しているという。よかったわねー。子供はエリザベート王女、ガブリエル王子、エマニュエル王子、エレオノール王女の4人。みんな可愛い。第一子のエリザベート王女もまだ21歳と若く、みんな独身だ。将来彼らと結婚したい人はぜひオランダ語を勉強してから挑むといい。オランダ語話せる人は大チャンス。余談だが王子王女と呼ばれるのは王族だけだと思うだろう？そりゃそうでしょ。だがベルギーには王室以外にもそう呼ばれる一族がいる。それがリーニュ家だ。リーニュ家？リーニュ家はベルギーの最上級貴族にして公爵家。かつてリーニュ家のラモラル一世が1601年、神聖ローマ帝国の皇帝からプリンスドリーニュの称号を授けられた。あ、ナスの人だ。どんな覚え方してたんだ？ハプスブルク家の皇帝ルドルフ2世だよ。それ以来、リーニュ家は王子王女であり、殿下と呼ばれる一族となったのさ。昨年の2021年、リーニュ家のシャルル・ジョゼフ・マルコルム・ド・リーニュ王子が、中国人女性のリーランさんと結婚したことが報じられた。アジアの女性と結婚したのね。リーさんは高級ブランド、フェンディのパリ店で働いていたところ、シャルル王子と出会ったという。シャルル王子はリーニュ家の分家出身で次男、割と恋愛も自由なのだと思われる。結婚おめでとう。フェンディのパリ店ともなると王子との出会いもあるのね。ユニクロ心斎橋店にも来るかなぁ。なんで大阪のユニクロに来るんだ。カンボジア王国。インドシナ半島南部に位置する。面積は日本の約半分、人口は1600万人。世界遺産のアンコールワットが有名だね。年間を通して高温多湿、四季はないが雨季と乾季がある。国土の3割は農地、特に水田が多い。お米やトウモロコシ、大豆、タバコなども栽培されている。観光業も盛んだから行ったことある人も多いかもね。19世紀にフランスの保護国となっており独立は1953年。だが歴史は古く、9世紀にジャヤーバルマン2世が今のアンコール遺跡を中心に支配を広げ、クメール王朝を確立したのがカンボジアの始まりとされる。そんな歴史あるカンボジアの現存する王、それが、第51代国王。ノロドムシハモニ、69歳だ。M1 の優勝おめでとう。錦鯉の長谷川正則さんではない。カンボジアは日本と同じで名前は名字が先だ。ノロドムが名字でシハモニが名前だよ。立憲君主制で、君臨するが統治はしない。シハモニ国王は前国王シアヌーク国王と、モニニャット妃の間に生まれているんだが。モニニャット妃、名前かわいい。モニニャット妃はシアヌーク国王の6番目の妻だ。6番目。カンボジアって一夫多妻制なん？いや、ほとんどが仏教徒の国なので一夫一夫制だ。一夫多妻は国王の特権だろう。すごい特権やな。じゃあシハモニ国王も奥さんいっぱいいるのね。もう69歳だし。一度も結婚していない。ええー。もちろん今時独身は珍しくないけど一夫多妻も可能な中で独身とは驚いちゃうわ。錦鯉の二人も独身だからな。それ関係ある？カンボジア国王は王位継承評議会による指名によって選ばれる。ただし19世紀にカンボジアの近代化を進め、他国の支配から国を守った名君アンブオン国王。その息子のノロドム国王とシソワット国王。国王は彼らの直系子孫で、かつ30歳以上の男子から選出される。じゃあ王になれる一族は決まっているのね。ああ、世襲選挙制とも呼ばれる。ノロドム国王を外するノロドム家と、シソワット国王を外するシソワット家に分かれて、時には王位継承をめぐって争うこともあった。
全国王のシアヌークは在位中の1970年でベトナム戦争の最中、いとこのシリルマタクやロンノル将軍が率いる反乱軍にクーデターを起こされる。クーデター？シアヌークは追放され、ロンノル政権が誕生するが安定せず、次に出てきたのが、ポルポト政権だ。ポルポト政権でシアヌークは帰国したが権限はなく、幽閉状態に置かれた。この時、同居を許されたのは第六王妃のモニャット氏と子供のシハモニ、ナリンドラポンだけだった。第五王妃までの子供や孫たちは追放されたか、殺されたと言われる。いやあ、第六王妃の子供であるシハモニが国王に選出ってちょっと不思議だったのよ、そんな理由だったなんて。ポルポトは名前は可愛いが独裁者で、多くの大虐殺を行ったことで知られる。名前の可愛さで油断させてんじゃないわよ。その後の1993年、日本などの仲介でシアヌークは国王に復帰。日本グッジョブ。大変な状況でよく頑張ってこれたわねシアヌーク、すごい笑顔だわ。シアヌークは復帰の前年、恋愛映画を監督している。いや何してんねん。映画、マイビレッジ・アット・サンセットは戦争がテーマのロマンティックな作品だという。出演者は息子のシハモニ。おい今の国王。シアヌークはベトナム戦争前にも映画監督をしており、シハモニ国王も出演していたのさ。どんな国王たちやねん。2004年に生前上位し、シハモニ国王が即位した。シハヌーク前国王は全く結婚する気のないシハモニ国王に対し、とりあえず身内の女性を王妃に任命して、公務をサポートしてもらえばどうかと勧めたという。任命制の王妃って初めて聞いたわ。恋愛に興味持ってもらいたいから恋愛映画に出演させたんか。そんな理由が？それでも王妃が誕生することはなかった。もしやシハモニ国王、女性が苦手なのでは？今のご時世に下手なこと言うもんじゃないぞ。シハモニ国王の弟、ナリンドラポン王子は結婚していたが2003年に心臓発作により49歳で亡くなっている。悲しいわねー。シハモニ国王の異母兄弟もほとんど亡くなってしまったから、次期国王はおそらくシソワット家など別系統から選出されるだろう。シハモニ国王は海外で映画撮影の技術や、クラシックバレエを学んだ経歴を持つ。クラシックバレエかー。シアヌーク前国王の映画に出演するだけでなく自ら映画監督を務めたこともある。そんな国王おるんやな。やっぱり M1 にも出演してたんじゃ。それはまだ出てない。レソト王国。アフリカ大陸、南アフリカ共和国に囲まれた国。前回出てきたエスワティニ王国のご近所さんだ。草生える国の近く。国土のほとんどが標高1800メートル、最も低い地域でも1400メートルという山岳国家だ。アフリカ大陸で最大落差を誇るマレツニャーネ滝など山岳ならではの絶景が見られる。通称、天空の王国。ジブリで映画化すべき。シハモニ国王に監督頼むか。そんなジブリないわよ。5月から8月は寒い季節だがそれでも平均最高気温は18度近くあり、1年を通して過ごしやすい気候だ。繊維産業が盛んで、ウールで作られたバソトブランケットという毛布の民族衣装が作られているという。初代国王は1818年のモショエショエ一世。ジブリにモショエショエはちょっと、出てきたっていいだろ。1868年にイギリスの保護領、バストランドとなるが、1966年に独立。今のレソト王国となった。独立後もモショエショエ一世の直系子孫。モショエショエ2世が国王となった。またモショエショエ。今も彼らの一族であるセイエソ家が国王を世襲している。そんなレソト王国の現存する王、それが、第4代国王。レティエ3世、59歳だ。めちゃくちゃボクシング強そう。この人が今の国王であり、イーソノ家の当主ってことね。セイエソ家だ。なんだイーソノ家って、ほぼイーソノ家じゃねえか。あんま変わらにゃん。イーソノ家にモショエショエがいたら困る。レティエ三世は独立後の初代国王モショエショエ二世の息子だ。モショエショエ二世はそんなに政治が上手くなかったようで、在位中の1970年、首相のレアブア・ジョナサンと対立して敗北。オランダに亡命した。和解して帰国するが、この時に国王は政治の実権を失い立憲君主制国家となった。1986年、軍人で政治家のジャスティン・レハンヤにクーデターを起こされる。クーデター？モショエショエ2世はイギリスに亡命。また亡命したやん。この亡命中、当時の王太子だったレティエ3世が国王として即位。だが、今度はエリアス・ラマエマ軍事評議会委員によってクーデターが起こる。この国はすごい繰り返すな。
このクーデターの標的はモショエショエ2世を追放したレハンヤであり、今度はレハンヤが追放される。レハンヤがいなくなるとレツィエ3世は父、モショエショエ2世が王位に復帰することを望み、政府と対立する。そしてレツィエ3世は政府に対してクーデターを起こす。何回クーデター起こるねん。ソフィア参加すな。このクーデターには他国が介入し、沈静化するとモショエショエ2世は再びレソト国王となった。よかったわねー。だが復帰した翌年の1996年、モショエショエ2世は交通事故でこの世を去る。モショエショエ、名前が面白かったこと忘れないわよ。名前以外も覚えてやれよ。レツィエ3世は再びレソト国王となった。なので独立後のレソト王国の初代国王はモショエショエ2世だが、2代目はレツィエ3世。3代目はまたモショエショエ2世、4代目はまたレツィエ3世、父と息子で交互に王位を引き継いでいる。結局二人しか国王になってへん。歴史の教科書の中ではなく現存する王がクーデターを経験している。なかなか貴重な王様だね。確かに。国王の公務は外交が主で、昭和天皇の国葬にはモショエショエ2世が参列していた。王様がたくさん来てくれたのね。2016年にはレツィエ3世が妻のマセナテ王妃を伴い、来日して東日本大震災で被災した福島県相馬市を訪問したという。今後も被災者に気持ちを寄り添っていきます。福島県知事に対しそう語ったという。ありがとうレツィエ3世、天ぷらとか食べて帰ってね。マセナテ王妃は民間からレソト王室に嫁いだ女性だ。レソト国立大学で学び、2000年に24歳でレツィエ3世と結婚。セソトスタジアムで結婚式が盛大に行われ、国内外から4万人が招待されたというが、うちには招待状が来なかった。4万人も招待したのにおかしいわね。そうだよな。一男二女に恵まれているよ。レツィエ3世の弟、セイエソ王子はレソトの上院議員を務め、慈善活動にも熱心だ。セイエソ王子？セイエソって名字でしょ。フルネームは、セイエソ・ベレン・セイエソ。マジかおい。なるほど、それでイーソの王子なのね。セイエソ王子だ、イーソの王子はカツオくんだろ。セイエソ王子は2006年、HIV の子供たちを支援する慈善団体、サンタバリーを設立。立派な王子やな。ちなみにセイエソ王子はサンタバリーを、他国の王子と共同で設立している。他国の王子？ヘンリー王子だ。ヘンリー王子いい。サンタバリーの意味はレソトの言葉で、私を忘れないで。英国王室を離脱しても忘れないでってことね。2006年ですでに離脱するつもり？誰のことを言っているかというと、セイエソ王子の亡き母、マモハト王妃だ。マモハト王妃も生前、子供の貧困問題といった慈善活動を行っていた。そしてもう一人、ヘンリー王子の亡き母、ダイアナさん。ダイアナさんも生前、エイズ問題などに取り組んでいた。共に慈善活動に熱心だった二人の母。亡き母たちの思いを受け継いだ息子、セイエソ王子とヘンリー王子。そんな彼らの思いを乗せて動き出した船、それがサンタバリーなのさ。そうだったのね、感動的だわ。だけど問題は、もうヘンリー王子はセイエソ王子の存在を忘れてそうなのよね。なんでそこを忘れてんだ。王室離脱や暴露本でそれどころじゃなさそうでしょ。忘れすぎだろ、サンタバリーの名が泣くぞ。セイエソ王子たちの今後は気になるがクーデターも落ち着いたレソト王国、これからも平和な日々が続いてほしいね。レソトは前回のエスワティニ王国と場所は近いけど雰囲気は全然違って面白いわね。他にはどんな王国があるの？次回に続く。おーおーおい。ごめんご、シハモニ国王がクラシックバレエやってるところを想像してたら長くなってしまった。一体何してんねん。でもしょうがないわねー。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。